ショーヘテリーゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメマンコラボスミレグラブ、ショーヘティビー T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグローブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。ショーヘティビー T シャツにバッティンググローブをプレゼント中、皆さんコメントお待ちしております。はい、どうも、りょうへいです。瀬戸です。はい、お願いします。お願いします。はい、本日も SE ゴルフ場、室内練習場、はい、の方に来てるんですけれども、僕ちょっと一個やってみたいことがありまして、僕キャッチャーミットいくつか持ってるじゃないですか。ありますね、結構。はい、でバッティングセンターで取ったりとかっていうのはもう全種類取ったんですけど、室内練習場で、取ったのって僕 GS ミットだけなんですよ。そうですか。はい、なので今いつものメインね、はい、があったりするので、今日、はい、なんか室内で取ってみて音の違いとかって分かりやすいのかなと思ったんで、この前、やった時は全部キャッチングの感じの違いをやってきたんで、今回はちょっと音とかも見てみようかなと思って、室内練習場で、やってみようと思います。はい、ということで、ヒロトピッチングよろしくね。わかりました、ピッチング頑張ります。はい、で今持ってきてるグローブが開拓屋選手モデルと、スラッガーのオーダーグローブ、これが浅めの方になりますね。はい、浅めの方。 GS、 はい、こちらありがとうございます。で、これがカムイですね。はい、もうかなりボロボロになった。はい、はい、でもまあ僕の一部になります。今回はヒロト君の、はい、畑山が、はい、海外台湾製かなのやつも、貸してくれるということなので、僕これちょっと簡単ですけども、キャッチングとかもいろいろ試していこうかなと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあまず最初は畑山の開拓屋選手ミットからやっていきます。はいはいはい、ドスンと音が結構響く。ドスン系じゃない？うん、ドスン系ですかね。あ、今高めか。OK。 ドスンで取ればやっぱバチンっていうけど、それ以外ではなんか、僕のキャッチングの問題もあると思うんですけど、ドスンって感じ。まあ、でも音はしっかりとやっぱ室内でも響き渡る音は出るって感じの位置ですね。続いては同じ浅い系統のスラッカーでやっていきます。なんだろうな、こっちの方が音は高いかも。ツーシーム。感じが、してますね。バチコーンって感じっていうよりかは、結構それよりも音的には違いますね。けれども高い綺麗な音が出るような感じの音です。じゃあ続いて、ヒロト君の、海外製の畑山をお借りしてきます。本当に初めて使うので、まず取るところからちょっと頑張っていこうかなと思います。スラッカーに似てない？僕のイメージだと、海外のミットってキャッチングを重視して音を重視しないってイメージがあったんですけど、今のところこれが一番いい音になってるかもしれない。さすが畠山だなっていう感じがしますね。で、実際多分浅いミットの方が音は鳴ると思うんですよ、範囲が狭いんで、っていうのを僕は聞いたことあるんですけれども、なんだろうな、深いポケット、僕はあんま深いポケットのキャッチャーミット使わないんですけど、深いポケットでしっかりと補給できる安心感からか、音が鳴るのかもしれないです。室内とかで撮る分には全然って感じがしますね。はい、じゃあ次はもう
音が全然鳴らなくなっちゃったこの使い込んだカムイミットでちょっとね、室内だったらどんだけ音が鳴るのかどうかっていうやっていこうかなと思います。あれめっちゃいい音だ。結構響く音が鳴るけれども低めかな俺からしたらちょっと音がって感じがします。ただやっぱね、僕がずっとこのミット手放せない原因っていうか要因、僕がずっとこのミット手放せない要因でもある街の薄さで綺麗に入ってくるからここでかすっていうのはないから、その分やっぱ芯で取って音は鳴るのかなと、言ったようなミットですね。はい、じゃあ最後は大本命 GS ミットね、軟式で撮ってどんだけ音鳴るか室内でっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。弾いたけどめっちゃ高い音。できた感じ一番高い音が鳴るなって感じがしますね。やっぱ革の張りとか肌質、中の、芯材とか、タコ糸で留めてる芯を留めてるタコ糸の縛り方とか、っていうのがやっぱしっかりとしてるからこその音が鳴るのかなっていう感じがしますね。これもどちらかというと標準的な大きさのミットだとは思うんですけれども、僕自体がこうやって見れば分かるかな、かなり結構こういう風に浅く引っ掛け取りをするミットとして、つけているので、やっぱり親指の下あたりで普通やっぱ一番鳴るのってここのはずなんですけれども、僕みたいにこうやって引っ掛け取りするタイプの、キャッチャーでもすごいやっぱ音は鳴ります。公式をさすがだなっていうのと、やっぱ GS さすがだなみたいな感じです。じゃあちょっと総括の方やっていきます。はい、ということでやってきましたが、まあ、どのミットも室内だから響く、やっぱ響きます結構だから受けてる方も響いてるって感じがする。僕的には一番鳴るかなと思った回線手モデルがやっぱ取るの難しいから、やっぱ遊ぶとか小さい分、一定集中がなかなか難しくて、結構ね、俺にしてはちょっと悔しい結果になったかなもっとちゃんと練習しないとなっていう感じがしました。で、やっぱGSミットが取ってて気持ちいい音は一番鳴るのかな、一番鳴ります。的にも公式はもう全然取れるんですけど、軟式だとちょっとまだ弾くかなって感じもするので、ただ弾いても音が鳴る、やっぱり革の質っていうのは僕はこれが一番かなと、室内で高い音を鳴らしつつ響き渡らせることができるっていう感じでいいが分かりやすいかな、分かりやすいです、はい、っていうような、イメージを持ちました。ヒロト的には、はい、今使ってきたビットの中でどれが一番音気持ちよかったか。意外とスラッカーもありかなと思ってて、ああ、これもね、なんか僕湯もみしてあるネットだからボスっていう高めの音が鳴るのかなって、低い系の高めの音が鳴るのかなと思ったんだけど、はい、意外と高め、意外と高かったんで自分的にはスラッカー結構気持ちよかったです、うん、最近ちょっとこれも僕ラガーズの方だとか、まあ、別のチームとかで使ったりとかしてる、これもね、唯一の僕のボックス型で、やっぱしっかりと安心感があるから、そういう音が鳴るのかなっていう、あ、それもあるかもしれないですね、うん、っていうような感じなので、まあ、これもすごい僕もいいなと感じましたね。で、まあ、あとのカムイだったり、ヒロトの、畠山に関しても、まあ、それはやっぱりもう音も鳴るし、まあ、ちょっとずつ違うけどね、音の出方全然違うけど、っていうのもあるので、まあいろいろね、ぜひ、まあ、ここですよ
ゴルフ場とかで近く来れる方とかまた別なね、室内練習場で、キャッチングの音とかも ASMR じゃないですけど楽しんでみるのもありなのかなと思いました。はい、はい、じゃあこの、室内練習場 ST ゴルフスタジオ、まあ、ゴルフもできたりとかもちろんこうやって野球の、ね、スペースもあるところなので、下に概要欄に、貼っときますので皆さんチェックもよろしくお願いします。お願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。